コドラフェスティバルがいよいよ開演します。今回のロコドラフェスティバルの第1部の司会進行を行います。メインパーソナリティのカプセルプラスです。よろしくお願いします。第1部と第2部は私たちカプセルプラスが、第3部は西川ゆりのさんが MC を担当しますので、最後までよろしくお願いします。本日は大変暑くなっていますので、水分補給をしっかりしていただいて、体調を崩されることのないようご注意ください。元気いっぱい最後までアイドルたちのご声援をお願いします。今回で33回目を迎えた広島ロコドラフェスティバルですが、少し残念な天気となってしまいましたが、元気いっぱいで可愛いロコドラたちのステージを盛り上がってください。今回のロコフェスを開催するにあたりまして、先日20日未明に安佐南区安佐北区で起きました大規模土砂災害でたくさんの皆様が被災されました。広島ロコドラフェスティバル実行委員会により土砂災害の犠牲者の追悼と被災者へのお見舞いを申し上げます。安佐南区安佐北区では現在もたくさんの皆さんが不安の中で不自由な避難生活を送られています。また多くの自衛隊、警察、消防関係の皆さんは一刻も早い行方不明の方の救助に向けて昼夜問わず長い時間危険な現場で捜索に与えています。一日も早く被災地の現場で苦しんでいる皆さんが平穏な生活を送れますようお祈りします。広島県内の市区中町村の窓口や日本赤十字社、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどのコンビニでは義援金の募金を行っています。またこちらの会場で販売していますタオルや缶バッジなどのロコフェスグッズの売り上げの一部を被災地の支援に充てさせていただきますので、皆さんのご協力をお願いします。今回のロコフェスは広島を応援する気持ちを持って、出演者一同広島を少しでも元気にできるよう全力でステージを盛り上げていきますので、ご来場いただいた皆さんも一緒に元気に盛り上がってください。よろしくお願いします。これから夜7時半まで20組のアイドルたちが続々と登場してきますので、アイドルたちと一緒に盛り上がっていきましょう。それでは第1部のロコドルフェスティバルのステージへ移りたいと思います。